こんばんは、ケンジです。今回はドアを切り離す動画です。最初はタガネなどの筋彫りツールで彫りを深くしていきます。一箇所ずつ全部やるのではなく、全体を少しずつ進めます。部分的に切り抜いてしまうと剛性がなくなり、他のところを切るときに歪んでしまう。だからギリギリまでどこか数箇所をつなげておくと良いです。ここで開くのです。キットでは分割線がないので開きそうにない。
この部分は地面に水平に刃を入れないと後でドアが開きません。
Thank you.
引っかかる箇所を確認します。さっき水平に切った理由。今回はここまでです。それでは皆さん、また次回をお楽しみに。